またもうんざりさせられる韓国の礼儀知らずと嘘っぱち。エリザベス女王の国葬報道に関し、天皇陛下を何としてでも格下げして日王と呼び続ける韓国大統領室。公式に日王とし、ほぼすべての韓国メディアでも日王なる人日王と表記された。ユン大統領と横に並んで歩いたかのように合成写真まで作る韓国報道。4年前に韓国海軍が海事機に突然レーダー照射したとき、薬機となって被害を捏造した合成写真を作った例があった。このくらい朝飯前なのだ。嘘をつくなぞまるで気にかけない民族の少年丸出しだ。国際的にも国が守るべき礼儀の問題だ。気味が悪い。呼び方一つに礼儀も守れないとは、国家の品格が疑われる。いくら言ってもカエルの面に小便だろうが。韓国人は日本に謝罪を要求する。そして日本は心を開けと傘にかかって要求する。情けないことに、朝日新聞、共同通信、沖縄地元新聞あたりが、その通りだ。今こそ日本は歩み寄るべきと顔を歪めて片棒担ぎを買いって出る。韓国は日本の民意だと勝手に受け取る。江戸時代から言われている、新井白石朝鮮人は己に都合が悪くなると平気で嘘をつく。福沢諭吉この世の中に救いようのないどうしようもない民族がいる。朝鮮人だ、そして。本田宗一郎朝鮮人と関わるな、は歴史を通ってきた紛れもない真実だと思う。さらに願望の嘘がバレて。韓国外務省は15日に大統領府が行った日本と開催で合意したとの発表と相反する発表を行いました。首脳会談をめぐっては15日に大統領府が開催で合意したと発表したものの、日本側が合意の事実はないと否定し、韓国側に抗議していました。さらに追っかけて報道が届いた。先週大統領室が明らかにしたニューヨークで日韓首脳会談が決まったとの発表について、これを快い合意とした表現については、現在日韓間で両国の緊密なコミュニケーションがなされているという趣旨から、それは日韓間の主な懸案、強制徴用問題を含め、複数の懸案を両国間で緊密に意思疎通しているという趣旨の言葉だったと理解してほしいと韓国政府が逃げ口上と。嘘も100回つけば本当になるってのは嘘だったとさ。こちらは丁寧に無視あるのみ。お聞きいただき感謝申し上げます。